はい。じゃあ時間になりましたんで始めたいと思いますが、聞こえてますか？聞こえてたら教えてください。聞こえてます。はい。ありがとうございます。ちょっと待ってね。はい。出席を取ろうと思ったら名簿を印刷するのを忘れてました。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあちょっと暇つぶしをしますが、後期もちょっとね、オンライン授業になってしまったので、あれですね、皆さん一回も学校に来たことなくて、あーってなってると思いますけど、元気ですか？ 元気？あーね、やってられんよねっていう話になる。まあ友達がね、なかなかできないと思うんだけど、あれですよ。チャットとかで、皆さん、私、末尾2番の担任ですから、いろいろ仲良くなっておくと、いいこといっぱいあると思うんですよね。で、オンライン授業で、例えば皆さんもそうですけど、2年生とか3年生に聞くと、家から出なくて、くつろいで授業を受けられるのはいいんだけど、わかんないことを友達に聞けないのはやっぱ辛いっていう子が多いんだよね。なので、後で、私、いなくなる瞬間があると思いますけど、その時にですね、これ、チャットってプライベートでできますからね。別に私を通さなくてできますので、誰かと友達になって、見てもらうといいかもしれません。うん。だから、TK なんとかかんとかってなん、あの、名乗っても、あれやな、誰かわからないので、これね、ログインするときに、自分の名前を入れられるんですよ。入れてる子もいるよね。で、そうすると、誰かなっていうのがわかるので、それでお友達になっておくといいかもしれないですね。はい、ちょっと待ってね。はい、まあいいや。はい、ということで、皆さんどうですか？試験。試験というか、前期は。単位取れた？ 誰かに聞かれたんだけど、僕、必修を落としちゃったんですけど、これで一発アウトですかって聞かれたんですけど、一発アウトではないですよ。必修の単位も4年生で卒業するまでに取ればいいですからね。だから、1年生で必修の単位を落とす子はね、いっぱいいます。で、そうすると、4年生ぐらいになって、僕は1年生の単位を取りに行きますとかって言って、取りに行くわけですよ。で、それは全然 OK なんで、それで、4年、卒業するまでに取ってもらえば OK なんですよ。だけど、関門がございまして、2年生から30年生になるときは、必修とか必修でないとか関係なく、60単位。それから、4年生になるときまでに100単位。取ってないと、その上に行けません。で、これがいけないことを留年って言うんですよね。で、留年するとね、いろいろやっぱり、まずい。まずいっていうのは何かっていうと、奨学金を切られちゃったりとかですね、やっぱりちょっと苦しくなるんだよね。で、お父さんお母さんにも怒られるしさ、うらーってなるので、なるべくそうならないように、頑張ってください。はい。それで、統計的にはね、そうだな、今、そうね、今皆さんね、12人いるでしょ？その私の担任の中でね、大体ね、1人か2人、1人か2人はね、留年というか、どっかでこける。統計的には。なので、こけないようにみんな頑張ってください。頑張ってくださいって、なんやねんって話やけど、こういう事態ですから、要するにきちきちと物を出せば通る。必ず通るんです。これが今までのテスト一発とちょっと違うとこ。だけど、多分ね、この中にはそれがしづらい子がいるんですよ。きっと。だから、2年生、3年生にも、今までね、ちゃんとできてて、ちゃんとレポートも出して、対面の時ね、対面の時出してたんだけど、この事態になって、ガクってなって、もう、ここもレポート出してないみたいな子がね、いるんだよね。で、これはやっぱり今までのその友達付き合いの中でこうちゃんとやってきたのが、それがなくなったのは非常に辛いっていう子がいます。で、そういう人はですね、早めに言ってください。
まあ、皆さんの、前期の成績を見てる限りは、そこまで、ひどいことにはなってないと思います。皆さん大丈夫だと思うんですけど。で、ちょっと、やっぱ必須の行列だったから、行列の単位落としましたみたいな子もいたと思うんですけど、それも大丈夫です。今言ったように、空いてる時間に取るようにしてください。っていうことな。いいかな？なんか質問ある？困ってることないかな？困ってることあったらチャットかなんかで教えてくださいね。で、まあ、皆さん元気そうならそれでいいんですけど、今日何やるかっていうとね、やることないんだわ。別に、就学指導とか言って。あ、これ、これあの、な、な、なんちゅうタイトルだったかな？なんだ？ん？この授業はね、なんつうんだ？あ、就学基礎演習って言うんですけど、来週からね、先生方が、一人ずつ出てきて、なんかね、喋る。喋る。で、私も11月ぐらいに、まあ、一回喋りますわ。喋りますので、まあ、その時に聞いてください。で、今日は何をやるかっていうと、よし。大学の、聞こえてるかな？聞こえてる？大学の中を探検しよう。よいしょ。いで。よし。よっこらしょ。まあ、後で私がどんなことになってるか、ちょっと紹介しますけど、今ね、私どこにいるかっていうと、聞こえてる？聞こえてたら教えてくれる？聞こえてます。はい、ありがとうございます。私今どこにいるかっていうとね、これ自分の部屋なんですよ。で、自分の部屋で、まあ、こんな形ですね、ぐーって引いていくと、バランスボールが見えると思いますけど、バランスボールに私いつも座ってます。別に体を鍛えてるわけじゃなくて腰が痛いんだよね。で、こっち側を見ると、まあ結構ね、この部屋は教授室っていう部屋で、我々10人の教授がいるんですけど、その人たちはまあ一つずつ部屋をもらってるということなんですよね。で、まあこんな形で飛行機が好きなんです。あとね、ここにね、変なものがありますけど、これ上流島っていうんですね。上流島。で、模型なんですけど、これをもらってきました。で、近づいていくとですね、わかるかな？ここにですね、鳥が止まっとるんよ。見える？キョエちゃん。キョエちゃんをくっつけた。何しとんねんって話ですけど。で、まあ、こんな形で、私ね、飛行機が好きなんで、こういう本棚があるんですけど、本棚にもですね、模型の飛行機がいっぱい置いてあります。こっち側もね。こんな形です。はい。で、まあ、こんな形で、まあ、教授10人の部屋はね、それぞれものすごく個性的なんですね。なので、人によって全然違います。では、ちょっと、一回も来たことないでしょ。ここがですね、6号館って言います。で、6号館をちょっと探検していきましょう。で、私の前にね、こういう部屋があります。これも教授の先生の部屋。鈴川先生ですね。みんな授業やっとるから、大声出したら怒られる。で、廊下歩いていきますね。で、こちらが加藤孝文先生の部屋。向かいが久保田先生の部屋。はい。こう書いてあるね。ウェブ講義中だからうるさくすんな。ね。新都先生。で、我々の、研究室っていうのがあります。ちょっとね、酔うかもしれんね、これね。酔うかもしれんけど、こちらがですね、我々の、まあ、検討会とかをする部屋です。で、ここにですね、4年生になったら毎週来てもらって、それでまあ、やったことを発表してもらうような部屋ですね。こういう部屋が、各、研究室ごとにあります。はい。で、こっち側行きますね。で、我々工学部なんで、卒業研究っていうのは実験をするんですよ。で、これがですね、我々の実験室です。こんな形です。よいしょ。あ、はい。はい、こんな形でパソコンが並んでいて、
実験装置がいっぱいあって、うわーってなって、うわーってなって。まあ、あんま綺麗じゃないな。雑然としてますけど、こんな形の部屋ですね。こんな形。で、ここで皆さんに4年生になったら実験をしてもらいます。はい。で、まだちょっと先の話だけど、ちょっと違うとこ行きましょうか。ですね、この、ちょっとごめんな。うるさくしたら怒られる。この6号館は4階建てです。ちょっとごめんな、これ階段怖いんだよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい。今、私たちの部屋は2階だったんですけど、ここがですね、3階になります。3階にも先生方がいますね。野田先生、三島先生、それから八尾先生、重松先生、加藤克美先生がこの3階にはいらっしゃいます。で、もう一回上がっていきますね。はい。で、この4階には、皆さんが授業を受けるための講義室があります。大きな講義室が4つあるんですね。で、本来なら皆さんここに来て授業を受けてもらうはずなんですよ。で、この部屋がですね、641っていうですね、広い教室です。満杯にするとね、150人ぐらい入るんじゃないかな。こういう部屋で皆さんはですね、ここに座って、こんな形で先生の授業を聞くというスタイルなんですよね。早くこうなるといいですけどね。はい。っていう形です。で、こういう大きな部屋が実はですね、6号館には4つあります。なので、皆さん朝9時、遅刻だーっつって、この4階までね、走って駆け上がってくるわけですよ。毎日毎日。これがね、結構きついんだな。ちなみに、6号館にはエレベーターはございません。なので、4階まで 自分の足で上がってください。大変よ。で、こんな感じですね。4階から外を見ると、こんな感じです。後で1階に降りていきますけど、まあ、こんな感じ。そばにはですね、4号館という新しい建物が建てたね。非常に綺麗です。で、ちなみに6号館はボロボロです。よっこらしょ。はい。じゃあ降りていこうか。2階、3階は先生方の部屋と、それから、その実験室。怖い、怖い、怖い。で、今から降りていく1階ですね。1階も実験室があるんですけど、い。今、1階まで降りてきました。で、1階の実験室は学生実験室と言いまして、4年生じゃなくて3年生、2年生、3年生の時に使う部屋です。こうですね。ここも非常に広くて、だーっと広い部屋ですね。で、本来ならば、今後期なので、3年生の実験が行われているはずなんですが、これもですね、オンラインになってしまいました。
なので、これ我々の実験装置なんですよね。これ充填筒って言います。なんか変なものが詰まっとるよね。ギュギュギュって、ギュギュギュってなってますけど、これの中にですね、水と空気を流して、圧力損失を測るっていう実験です。で、そういった装置がですね、ここがいっぱい並んでます。あ、ごめんね。で、こちら側はですね、鈴川先生の流動の実験装置なんですね。もう長いんだよな。部屋のね、端からね、端までギューってね、こう、なんだこれ、なんだこれみたいな感じですけど、実はですね、こういう、パイプが走っておりまして、あ、見えるかな？パイプ。で、この中に水を流して、その水を流した時の圧力損失を測るという、そういう装置なんですね。でですね、これはポリバケツやんけ、みたいな感じですよね。だからね、手作り感が満載なんだよね。手作り感が満載なんですけど、結構ね、これでね、ちゃんと実験できるという優れものでございます。はい。なんか見たいとかなんかあったらチャットで教えてね。ちょっと声は聞こえないかもしれないけど。はい。では、次へ参りましょう。で、すいません。でね、こういう実験装置がもう一個あるんですよ。もう一個ね、あるんですけど、そちらがどちらかというと、化学系やな、化学系です。はい、じゃあ外に出てみましょう。はい。はい。皆さん来たことないですけど、今日雨降ってんな。はい。今6号館から出てきました。これが6号館です。この建物。覚えておいてください。白い建物ですね。こういう建物です。これが正面玄関。で、さっき言ったように4階建てです。4階建てギュッ。で、こいつのですね、反対側にあるのが、これがですね、4号館。新しいんだな、これ。あれですよ。去年できたばっかりのね、ピッカピカの建物です。で、それに対して、6号館はね、もうね、50年ぐらい使ってる。50年ぐらい使ってるんで、ボロボロですわ。本当に。で、まあ、こう、車の出入りとかもありますからね。気をつけてくださいね。で、50年前の建物なんで、もうボロボロなんでですね、早く建て替えてほしいんですけど、誰も建て替えてくれないんだよね。だからね、早く崩れてくれないかなと思って、私、柱をですね、ドライバーで少しずつ削ってるんですけど、毎日ね。なかなかね、崩れない。崩れる数だもん。っていう話ですね。で、この新4号館はですね、すごいんですよ。あ、こちら前に見えてる建物が5号館。で、5号館は、建築学科ですね。建築学科が入ってる。で、この、新4号館は、電気か。電気工学科が入ってる建物です。で、今、ちょっと中覗いてみますけど、この新4号館の1階には、今はね、使えないんですけど、ここですね、ものづくりセンターって言います。ものづくりセンターは、風が強い。ものづくりセンターは何かっていうと、ここでですね、木を削ったり、あと金属を加工したり、あるいは 3D プリンターで物を作ったりっていうようなことができます。何でもできる。何でもできるんで、ここに来ればですね、大概のものは作れますし、実験装置も作ってもらうことができる。いうですね、かなりすごいところですね。私もよくお世話になってたんですけど、コロナになってからね、入っちゃいけなくなって、ちょっとね、ショビーンってしてるんでね。はい。
では、皆さんが非常にこれから大学に来たらお世話になる建物を見に行きましょう。6号館を出て、こう道を歩いていきます。こんにちは。YouTuber になってる。はい。実況してます。今のがものづくりセンターの、センター長をされてる遠藤先生。で、ここですね、道が走ってます。で、ここですね、車がよく通るので、気をつけてくださいね、渡るときに。結構ね、ぶっ飛ばす車がガンガン走ってるんで、気をつけてください。で、道渡って、こっち側に来ると、こちらですね。こちら11号館って言います。11号館は皆さんがすごくお世話になると思います。なぜお世話になるかっていうと、工学部の事務室があるんですね。で、今からそこをちょっと見てみましょう。入ります。で、よくお世話になるのが、この機械。この機械。この機械は、各種の証明書を発行するための機械です。だから、なんかいろいろ、学割とかね、そういうのを発行するためには、この機械使いますんで、ここにあるということを、知っておいてください。で、この隣ですね。ここが工学部の事務室になります。で、ドアはいつも開いてますから、自由に入っていただいて構いません。中は、すいません。なんでもないです。中こんな感じです。で、事務の方がいらっしゃいます。で、奥の方々が、あれですね、いろんな修学の相談とかに乗ってくださる方々ですから、ぜひよろしくお願いします。ということで、はい、失礼します。はい。ここはね、よく使いますから、覚えてください。はい。で、どうしようか。あんまりやっててもあれだけど、他なんか見たいとこありますか？もしあれば言ってください。なかったらね、もしなんか相談事がなければ終わりますけど、なんか見たいとこありますか？チャットでも、ん？図書館。よし、図書館行こうか。図書館ね、いっぱいあるんだよ。じゃあ、いろいろ回ろうか。ちょっとこれ、読むんじゃねえかな。結構ね、副題は広いんですよ。で、今はもう工学部ってさ、端っこ端っこ、もう隅の隅なんだけど、今からね、ちょっと5分か10分ぐらいかけて、真ん中辺まで歩いていきます。で、真ん中辺はね、文系地区なんですよ。で、文系地区はね、結構華やかな感じですね。なんか、息が切れてきたぞ。でね。んが、新しい、よいしょ。聞こえてます？聞こえてたら教えてくれる？ありがとうございます。
新しい4号館ができる前にボロボロの4号館が建ってたのがこちらでございます。で、こいつを潰して、こいつになった。っていう、そういうことだね。また、ここには何か建つんかな。はい。で、まあ、多分ね、一番お世話になる図書館が、ここですわ。工学部図書館。だ図書館の、これ工学部の分室なんですね。中はね、そんなに広くはないけど、こんな感じ。こんな感じです。まあ、広いっちゃ広いよね。で、これが工学、あ、すいません。失礼します。これが工学部の図書館なんですけど、実は、今から行くその本物の図書館、中央図書館っていうのはもっともっと広い。そう。で、行ってみます。副題の中ってね、結構ね、自然がいっぱいなんですよ。見えるかな？池。池があります。よくここ散歩してますね、私はね。結構いい感じの道でしょ？で、さっき見たみたいな池。池。ここね、秋とか結構紅葉が綺麗なんですよ。結構いい感じになります。建物がいっぱいだね。で、ここがね、就職進路支援センター。ここは3年生になったら就職のためにものすごくお世話になります。あとね、ここはすごいんだわ。今は咲いてないけど、ここね、バラ園。バラがね、すんごいいっぱい種類が咲き乱れるんですよ。春と秋に。なので、まあ見に来てください。綺麗です。で、今からすごくお世話になるところをですね、まあいろいろ全部お世話になるんですけど、いろいろその、なんだろうな、奨学金とか、あと、なんだろうな、まあ学費のこととか、まあいろいろお世話になるのが学生課です。
こちらが学生課ですね。で、学生課の中もいろんなその奨学金担当とか、施設担当とかいろいろ分かれてますので、たくさんの方がいます。こんな形です。こんな形。ようです。で、まあ、来ることになったら多分すごくお世話になると思いますので、覚えておいてください。これ、やってみて分かったけど、結構な重い。重い。はい。正面に見えてるのが、これ図書館です。このドーンって建物。これ全部図書館。でかいでしょ。今から行ってみます。はい。で、今、図書館に向かってますが、これをですね、こっからぎゅーっと振り返ると、見えねえ。でかい。この建物。この建物は、A 棟って言います。これはですね、大きな文系関係の、授業でよく使う建物ですね。で、副題の建物には、番号がついてます。6号館とか1号館とかついてるんですけど、なんでか知んねえけど、この建物だけ A 棟って言うんだよね。アルファベットがついてる。よくわからん。ちなみに、副題の建物の番号は、建てた順番につけやがったんだよね。だから、6号館の隣がね、11号館になってたり、7号館はね、なんか全然違うところに建てたりするというですね、よくわけのわからない番号の付け方です。で、こうですね。ぐーっと見渡す。こんな感じ。よく見えますね。全部副題です。あ、この8号館という向こうの建物ね。これも人文とかでよくお世話になる建物です。この A 棟と並んで、人文とかでよく使う建物ですね。で、我々のその、化学システム可視系の科目はほとんどが6号館でやります。で、この一番でかいやつ、これですね。これ文系センター棟って言うんですけど、16階あります。で、16階の一番上がレストランになってて、誰でもご飯食べられる。結構安くて美味しいっていうとこですね。こんな感じ。では図書館に参りましょう。あ、ここは学生側の憩いの広場みたいな感じ。でかいやろ。めっちゃでかくて立派やろ。ちょっとね、図書館ね、騒ぐと大声出して怒られるんで、無言で映します。結構広いでしょう。で、これが、1階から5階まであります。普通は22時までですね。
使えますので、ぜひ使ってください。いいですよ、ここはね、めちゃいい、本当にいいよ。はい、ということですけど、他どっか見たいとこある？はい。まあ、こんな感じです。なので、早くね、皆さん来てもらって、こういう施設をね、使ってもらったらいいな、と思います。うん、多分、うん、うん、もうすぐ来れるんちゃうかなとは思うんですけどね。なので、また来たら、皆さんにお会いできることを楽しみにしております。なんか質問とかある？また困ったことがあったら、さっき言ったようにメールでも、LINE でも何でもいいので、教えてください。はい。じゃあ今日はここまでにしておきますね。はい。はい。じゃあおしまいにします。さよなら。なら。